はい、レオンチャンネルです。ついに、ジンが今、2号ライダー的な立場になる感じのところまで話が進みましたね。31話。もうこの絵だけ見ると、メタルクラスターホッパーとバーニングファルコンで、どう見てもアクライダー2人の巣立ち状態みたいな風に見えるけど、とりあえずほぼ今、ジンと、ヒューマリアを解放したいジンと、まあ、シンジュラリティに到達してもいいんだよっていう、そういうのを許容するアルトとの目的が一致したってことで、一時的共闘になりましたね、ジンとゼロワンは。で、悪役の立ち位置をどんどん強めていく、天津貝社長って感じですが、ユアーもね、道具として使われまくって攻め立てられて、頭痛まで起こるようになっちゃいましたから、そろそろ天津貝の元を立ち去る頃なんじゃないかなと。で、不破さんは不破さんでもうね、自由に動き回ってるって感じですけど、ただ来週ナキも登場しますし、滅びと不破さんがナキのせいで手を組むみたいな、そういう可能性もあるのかなと。で、シンジュラリティに到達したはずのイズがまだまだヒューマギアっぽさが抜けてなくって、来週これはモデルのあれかな、東京ガールズコレクションかなんか出たけど、その時に撮影した映像なのかな。ただユアがアサルトウルフのキーを持ってっちゃったのがどういうことになるのかが気になりますね。あとはヒューマギアのデータを読み込ませるだけで姿形が変わるっていうのもちょっと無理がある感あったけど、まあでもいいっすね、今の天津貝の社長のゴリゴリの悪役立ち位置、すごい個人的には好き。やっぱああいう感じの方がね、合ってますよ。で、今週のアイテムは、先週のアイテムは、筋肉くんだったけど、今週のアイテムは、あ、やっと来た、ホースシュークラブプログライズキーで、これがあれね、バトルレイダーね、レイドライザーと、組み合わせることで、エイムズの、疑似ライダー兵器ですよね。インベイディングホースシュークラブレイダー、通称バトルレイダーで、人間がレイドライザーとインベイディングホースシュークラブプログラズキーを用いて実装した姿。実装とは人間がレイドライザーを用いて武装化することを指す。カブトガニのライダーモデルによって装甲が強化されており、高い防御性能を誇る。戦闘時は複数体で標的を追い詰め、大口径の短期銃取り、デンダーを制射、暴走マギアの破壊やターゲットの高速回収を迅速に遂行する。レイダー系が実装で、ヒューマギアが天神でしたね。そういえば、いやでもね、ユアの苦悩する姿がね、個人的にはすごくいいと思います。そろそろ立ち位置どうなるのかな。でもなんかちょっと前まで謎の動きを見せてたジンが、割とアルトとこんな早く共闘するとは思わなかったな。もうちょっとこうミステリアスな雰囲気を残しててもよかった気がする。あとそうだ、予告でモデルに抱きつかれてるアルトをちょっと絵みたいな感じで嫉妬して見てるイズの表情が可愛かった。もう早くあれかな、シンジュラリティ的な感情バンバン出してほしいな。それと今週ついにこれまで割と無双だったサウザーが負けちゃいましたから、ジーンとアルトに。なのでサウザーもう一段階パワーアップ来るのかな。で、ジオさんのブログが更新されておりますが、ここ気になるのがジン&ケン、要はブレードって書いてあって、どうなるバーニングファルコンの騒動ね。ちゃんと翼展開状態も再現できますよと。早いっすね。空中を飛翔で武器状態とか、相変わらずジオさんのこの最高の写真、ワインレッドの塗装が一部施されてて、メタリックの成型色と。でメタリックレッドの塗装もアンダースーツ周りにあるそうで、これ楽しみだな。メタルクラスターホッパーももうちょいね、ちょっとずれましたけど、5月1週目には発売しますもんね。これゾンディス来るんですよね。映画系ライダーがみんな来るのはいい。001とかも来ますし、で DO さんが途中からで、ストロンガーの、これは衝動 X か、衝動 X のリニューアルバージョンだって。おお、なんかロケしてるかな。これこうパッと見ると普通にスーツっぽく見えるけど、
食玩なんだよね。で今回もバイク枠があるわけですね。おお、チャージアップもね同時発売ってことか。ブレイドの情報はどこだ。そしておお、はい、あ、来た、衝動 X のブレイド。これあれですよね、食玩ページに載ってましたもんね。でこれで衝動シリーズ平成一期仮面ライダーにて立体化がなかったブレイドを満を持して登場。去年の7月に衝動クロニクルにて電王が登場したこともあり、キャンディートアクションフィギュアにて唯一未立体化だったブレイドの立体化。あー、そっか、そう思うと衝動 X、 衝動 VS 系で電王が出て、電王ブレイドが出てなかったってことか。で今回ここに電王はいないけど、バーサスから衝動 X までを使うことで一期系の9人が並ぶわけですね。であとはクロニクル、衝動クロニクルの電王を合わせれば。でもあれって微妙にサイズ違ったよね、だから並んでないのか。一応平成ライダー1期の10人が揃うわけですね。なるほど。でもさ、そうそう、もうこれさ、ここに書いてある通り単体で完成してるんですよね、衝動 X は。で今回オプションパーツが別で作って書いて、あの別であるってあったよな、どれだったっけ。ああ、そう、これだ、ホンダのオプションパーツとしてラウズカードエフェクトパーツ、これで、あ、こういう食玩ペースも使ってない。ああ、そういうことね。で、ライトニングソニック発動時を再現可能と。キック、サンダー、マハ、あ、すげえ。あ、すげえ。バトルビデオのバーサス偽ブレード、そんなのあったっけ。で、映画のシーンですね。ジョーカー、残るは君一人だ、の。え、待って、これさ、塗装バージョンが、あれってことか、オプションパーツの方に付くってことか。そんな感じだよね。通常の方だと無塗装のやつが付いてるんですもんね。なるほどね。なのでオプションパーツと一緒に買ってねってことですね。すごいな、これが単体で。もう色塗りで、ショート X はシールもありませんから、で完成してるってやばいっすよね。クロニクル系に比べるとちょっとね、プロポーションがむっちりしてない感はあるんだけど、それでもねかなりいいっすよこのシリーズ。僕も平成ライダーの、平成ライダー系のクロニクルは買ってるから、これで僕も全部電話以外か揃うってわけか。で、あ、これ予約開始してますよっていうのがありますね。で5月発売のクロニクルクーカーでございます。とりあえずそんな感じで、今週もね01面白かったというか、まあ、2期間本当にあるって感じで、だいぶ天津貝社長の位置、立ち位置もね変わって、悪役、明らかに敵側の立ち位置になったから、あれくらい突き抜けた悪役の方が個人的なキャラに合ってる気がするので、今の天津貝社長めっちゃかっこいいな。てかみんなかっこいいですよね、ゼロワンも、あのフワさんも、アルトも。じゃ、そう、アルトのさ、制作上、秘伝制作上のさ、社訓悩んでたけど、結局夢に向かって飛べになってて、あれってさ、アルトパパがアルトに残した言葉なんですよ。映画見てると分かるんだけど、なんでそれが尺になってるのがすごいなと思って、そういうところもねかなり感動しましたね。ってことで、いろいろ新情報来ておりますので、このページだったりとか、ジオさんの動画、ジオさんのページはリンク貼っておきますので、詳細はそちらをご覧ください。以上、レオンチャンネルの01の今週の感想動画でした。